私同じ滋賀県の選出の参議院議員の林文子でございます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。こんなに多くの皆さんがお集まりをいただきます。年末何かとお忙しい中、そして決して、景気が良くてお金を持っているわけでないのに会費まで払っていただいてお集まりをいただきます。いろんなご支援と今日のご参加に仲間の一人で心からお礼申し上げます。ありがとうございます。思います。そういう意味でまだまだこれからもっともっと大きくなる改造でありますので、これからもご期待をいただきながら叱咤激励してお育ていただきますこと、同志の一人としてお願い申し上げて大変、雑白でありますが、冒頭のご挨拶でよろしく、本当にありがとうございます。またよろしくお願いします。皆さんこんばんは。ご紹介いただいた安住です。実は私が国対委員長で、いた時の筆頭副委員長に三日月さんにずっとやってもらいまして、本当のこと言うと私が9月1日に財務省にこう動くんですけど、一緒に連れて行こうと思ったらダメって言われて、そうですね、誰もいなくなったらもうちょっと国会回らなくなるから、三日月君には悪いけどもまあ、ちょっと残ってもらおうという話になって、私はそれ以来ずっと負い目は感じておりますけども、でも今川端先生からお話ありましたように、三日月さんがいないとなかなかやっぱり国体というのはやっぱりこうみんなでやるチームワークの仕事ですから、前例慣例全部今多分覚えてるのはもう三日月さんなもんですから、まあ、本当に閣僚3人分ぐらいの仕事を実はやっております。本当に安心です。これから応援します。頑張ってください。三日月さん応援してます。頑張ってくださいね。国民のみんなのために頑張っていただきます。よろしくお願いします。精一杯応援させていただきます。ぜひ頑張って、ぜひ必ず頑張ってください。ありがとうございます。我々の安心安全に行きますように、ぜひ頑張ってください。頑張ってください。私三日月さんの優しさと心安心さ大好きです。こんばんは。隣におりますのが妻の小牧でございます。高いところから失礼いたします。本当にお忙しいところ、こんなに大勢の皆さんにご参加をいただきましてありがとうございます。またこの開催にあたりご協力いただきました皆様方、平素をご支援ご指導いただいている皆様方、今日は同僚の議員の皆さん、先輩の議員の皆さんもいらっしゃってます。高いところからなりますけれども熱く御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。昨年も申し上げたんですけども、特に今年は 3.11 大震災もありました。まずは今生きていること、そして皆さんと一緒にこの日本で地球で生きていることに感謝をしたいと思います。私の行動哲学、行動理念は自立と共生、一人の一歩よりも100人の一歩で世の中を良くしていこうというものであります。学校のガラスを割ったり先生殴ったり NHK のニュースに出たりすることもあったんですけれども、
どうかそういう人たちには目もくれず勉強しろ、そして部活に励めと言った先生が いましたけれども、私はそうではなくて、せっかく縁があって一緒に学校にいるんだから3年間漏れることなく一緒に勉強しようということを話し合い、共に頑張ってですね、みんなで卒業できた思い出があります。排除という言葉は一番嫌いな言葉で、いろんな問題もまた利害も対立することに、予算や法律を通すこと、平野国会対策委員長にご指導いただきながら、また仲間の皆様方と共に野党の皆さんとお話し合いをし、党内を何とかまとめて予算法律を成立させていくことに今力を尽くしております。国会を動かすにわかに国対担当を育てているわけではありません。専門家のプロ中のプロの国体を牛耳る委員長に私それだけ決意でございますので、ぜひ皆様方の何やってんだあいつはと、地元になかなか帰ってこないな、こんなことを言われずに、何としても一番大事なのは立法府である法律をいかに通すかという、この不信が今私ども民主党に課せられている大きなテーマでございます。どうかそんなことを含めてお願いをし、さらに満月に近づくような三日月君であっていただきたい、このことをご記念申し上げまして、ご年会の皆様方のさらなる三日月さんにご支援をご期待をし、乾杯をしたいと思います。ご視聴お願いいたします。乾杯。ありがとうございました。よろしくお願いします。政治家になっていく男だろうと我々、もう思っております。そういう意味で今日大変お忙しい中、年末の迫って賛同いただいた皆さん方一人一人に心から感謝申し上げながら、出身の税安連合という立場でのご挨拶にさせていただきます。大変ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。